はい、どうも、世界一ストイックな怠け者テケテケです。はい、とつで明日はメンテビになりますので、まず今日最終日のガチャだったりイベントがあるのでやり忘れがないか一緒に見ていきましょう。さあ、最初は MR 賞ガチャですが、まあこれはもう今戦役やボス戦進めていくには、まあ最適解のキャラクターのうちの一人ということで、まあ特にまだダッキー持ってないプレイヤーさんなんかは優先して取りに行くべき副賞ちゃんですね。まあダッキーの UR 戦持ってて、なおかつコキビとかリュウビとかチョコメとかをまだ持ってない方は一旦見送ってもいいかもしれませんが、はい、まあ基本的には賞を全プレイヤーにおすすめできるキャラクターになってます。賞を使ったボス戦攻略だったり戦役攻略についてでは、ちょうど昨日動画1本アップしてますので、そちら参考にしてみてください。はやと本日ラッキースターガチャも最終日になりますんで、ランゼロサーバーの方ではしばしょ絆ちょびだめしておこうかなと思います。いや、この貯めた後2倍光るやつが一番悩ましいんですよね。ここが2絆だったらもう4個ゲットできるんで、ちょっとせっかく収録してるし、おそらく収録補正かかるでしょう。いきますか。さあ、そして百花美人の限定ガチャのところに今集大来ていて、明日の10時のメンテまでになってますんで、集大かなり新百花美人ラインナップの中でも、まあ、奥義が優秀なキャラクターになっているので、はい、HP レベかけ300だとか、上杉謙信と猛角と組んだダメージ反射の奥義だとか、優先度かなり高い副将のうちの1体になりますので、まあ、確定絆枠まであと少しって方は、原宝じゃなくて高級ガチャ券使って確定絆まで回して絆のちょびだめしておくといいと思います。はい、大体3ヶ月に1回ぐらいのペースで来てくれますね。はい、あとスペシャル交換の SSR キャラクターたち、これ10月のラインナップのキャラクターたちですが、今回特別に11月の8日まで食い込んでラインナップが継続されていたということで、明日のメンテ明けからは11月のメンバーに変わってしまうので、まあ本当に最後の並びになりますので、まあ特にシクユだとか、まあテーフとか天意だとか、まあ今回結構奥義的にも、まあテーフなんかは天然ボケっていうスキルを覚える超優秀な MR アバターにまで今化けてますんで、まあその前段の SSR 取っておくのはありかなって思いますんで、まあ将来の成長面で見てもテーフなんかはおすすめだしということで、はい、10月枠今回で最後になりますんで、様子見てた方または最終判断するようにしてください。さあ、そして鍛造工房ガチャですが、今回無料枠分4回引きだと思うので、はい、毎日引いてる人はこの段階報酬の2個の鍛造石がゲットできますので、はい、これもゲットしておきましょう。さあ、そして神髄工房ですが、今回同じく4回分無料枠分引いた後、残り300元宝を支払えば神髄聖火2個段階報酬でゲットできますので、この集め方が今神髄聖火元宝を使って集める方法では一番お得な集め方になりますんで、神髄聖火集めるフェーズに入ってる方は必ずゲットしておきましょう。はい、あと少女の書斎ガチャも本日最終日になりますんで、まあ、ランゼロサバの方は今回結構ガチャ回したんで10万元宝ぐらい使ってますが、まあ、切りよく次の段階の報酬に届きそうな方は、まあ、うまく元宝を使って絆のちょびだめだとか、まあ、高速戦闘でちょっと元宝を使ってみるだとか、まあ、あとは限定特典の下の方にある限定トレジャーなんかで、まあ、将来取る予定のだいたい 1.4 千元宝ぐらいで投与できるんで、元宝を使ってみるだとかして、書斎の報酬ですね、切りよく届きそうなものがあれば狙ってみてください。ちょっとランゼロの方は遠すぎますね、これは。さあ、ということで更新情報を見ていきましょう。まずは百花美人に森蘭丸ちゃんが登場ということで、はい、明日こちらの枠に森蘭丸が来るということで、はい、森蘭丸に関しては HP プラス 3% 上がる奥義なんかが SSR4 体で解放できるやつがあったり、まあ、あと龍禅っていうキャラクターと組んだ、まあ、HP プラス 2% わずかにですが上がる奥義なんかに絡んでいて、まあ、HP 関係の奥義が多いキャラクターですね。まあ、ただ効果幅はそこまで大きくないので、急いで取るというよりはこの限定ガチャのラインナップ3ヶ月に1回ぐらいのペースで同じキャラクターが来てくれるので、森蘭丸が並ぶたびに高級ガチャ券使って絆のちょびだめしていくといいかなと思います。はい、そして課金イベントですね。はい、今回は小石パックだとか猫コインパックが来るっていうことで、まあ、たぬき割引ガチャだったり猫の遊ぶ班なんかが来るみたいですね。はい、また後でこれ一緒に見ていきましょう。さあ、そして参加券パックと縁結びパックということで、はい、仮想の集いだったり結婚アバターなんかも明日来そうな感じですね。で、まあ縁結びパックに関してはあまりお得な課金イベントではないので、もし明日来る結婚アバターが待っていたキャラクターだった場合には、まあ、この縁結びパックで買うというよりは、はい、今日最終日の一丁遺跡なんかで最低倍率の 40% が出たとしても、こちらから元宝でガチャ回していった方がお得になりますので、まあ、こちらを利用するか、まあ、そもそも、まあ、基本的には結婚ガチャっていうのは元宝使わずに2日に1回無料ガチャ引けるんで、そこでマスミの心を集めていってなるべく無料でゲットするガチャになってますんで、まあ、あんまり課金自体おすすめしませんね。で、仮想の集いで使える参加券パック代の方は、はい、価格変わって1万1000円から1万800円に落ちて安くなって、でもらえる元宝数だったり仮想の集いガチャで使えるガチャ券の枚数なんかは50枚で変わらずということで、課金効率良くなってるんですね。価格改定の後から1円あたり 1.34 元宝の価値で、累計チャージ含めて1円あたり 1.90 元宝の価値ということで、まあ大体2倍チャージと同じぐらいの課金効率ということで、2倍チャージ使い終わってるプレイヤーさんなんかは参加券パック代利用してみるのもありかもしれませんね。あと絆の水引きも来ますね。あれ、明日何が来るんだ一体。結婚キャラが2新キャラで再販の純 MR キャラクター来るって感じですかね。はい、絆の水引き大束小束に関しても価格が変わって新価格で、まあ、特に課金効率のいい大束の方は200円安くなってもらえる元宝数は変わらず、はい、MR ガチャで使えるガチャ券50枚っていうのも変わらずで、1円あたり 1.53 元宝の価値、累計チャージ含めれば 2.03 元宝の価値と、はい、こちらに関しては2倍チャージより
お得な課金効率になってますので、まあ、ちょうど書斎も今日で終わっちゃうんで、明日以降は絆の水引き、こちら大束の方はなかなかおすすめ度が高くなりますね。さあ、ということでどんな順 MR が来るのか、はい、見ていきますか。はい、その前にラッキースター。はい、ということで今回はコウソンさん、武田信玄、出雲の国、石川五右衛門、片倉小十郎が一斉に登場ということで、はい、今芝生たちのラインナップが今日で終わって、明日からコウソンさんたちのこのラインナップが来るってことで、はい、今回この5名の中でおすすめ順としては、まあ、まず第1位はケンテですかね。まあ、ケンテ、奥義で攻撃力 4% 上がる奥義だけでなく、やっぱりスキルで最大攻撃力が高い味方の主力に対して七星を付与することができて、まあ、クリ率と攻撃力を 10%×7 星の単数、まあ、UR だと 30% 付与することができて、まあ、これを利用してボス2ターンキルっていう、まあ、今流行ってる突破方法なんかをより強力にすることができるということで、まあ、スキル的に今回ケンテがナンバーワンの優先度になりますね。で、ケンテ今ちょうど UR アバター戦のアバーガチャが並んでおり、あと4日間期限があって、まあ、同時にまだ UR のケンテ取ってない人はこちらからも絆のちょびだめできるので、まあ、原宝なんかにあんまり余裕がなくてまだ UR 検定取れてない人はここの UR 検定と明日以降ラキスタに並ぶ UR の検定ダブルで絆のちょびだめしていくのもありかもしれませんね。はい、で、奥義的にはコウソンさんっていうキャラクターが HP プラス 7% の奥義だとか防御力 9%、 まあ、ちょっと馬長と宝刀がなかなかこのゲーム顔出してくれませんが、まあ、最近では星の羅針盤なんかからも入手できる機会があったり、まあ、運営さんもある程度意識して並べるようにしてるのかなっていうようなところ感じたりしますので、まあ、十分狙いに行っていい奥義だと思いますね。あと貫通系の奥義だったり、まあ、これは知力と敏将ということで武将以外視力にされている方なんかは狙ってもいい奥義に絡んでいたり、物理防御、砲術防御が上がる奥義と、はい、奥義のバリエーションがものすごく多く、どれも無課金でも解放することが狙っていくことができる奥義になっていますので、はい、今回ボリュームは圧倒的ですね。ということで奥義ナンバーワンはコウソンさん、でその次が武田信玄ということで、まあ、会心地と防御貫通が上がる奥義に絡んでいたり、ラキスタの中でも取得優先順位が高い上杉謙信と組んだ HP 上限 9% 上がる奥義なんかにも絡んでいて、武田信玄もまあまあ奥義優秀なんですよね、第2位と。で、あと片倉小十郎だとか石川五右衛門に関してはそこまで取りやすくて優秀な奥義は揃ってないので、まあ五右衛門ちゃんちょっとこの一番上のチョコメちゃんっていう必須キャラクターと組んだ奥義なんかで HP ちょっと上がりますが、まあ、コカ幅ちょっとちっちゃめなんで、第4位が石川五右衛門と、で第5位が片倉小十郎って感じですかね。このタヌキなんか首元光ってるんですね。なんか白黒になると強調されますね。よくあるデスゲームで爆発するタイプの首輪が爆発する瞬間みたいになってますね。無事であることを祈ります。はい、そしてラッキー割引、通称タヌキ割引きますね。こちらに関してはこんな感じでタヌキが毎日6割から9割の間で割引率を提示してきて、その割引率に応じて水引きだったり恋文だったり、まあ、ラキスタ券だとか鮮魚育成炭とか、まあ、あと覚醒炭とか、はい、というようなアイテムが割引で購入できる課金イベントになってますが、基本的に覚醒炭だとか鮮魚育成炭、神髄炭なんかはあんまり安くないので、まあ、このイベントでは8割9割引きが出た時のガチャ券関係ですね、ラキスタ券だとか恋文だとか参加券、あと6割で言うと水引き関係なんかがお得になってますので、まあ、基本ガチャ券関係を集める課金イベントだと思ってもらえれば OK ですね。さあ、そして猫の遊ぶ班、猫ちゃん来ますね。この課金イベントに関しては、はい、こういったトラ猫ちゃんが運営している課金イベントになっており、まあ、目玉商品は花の水引きや絆の水引き、隠せた200個だとか、一番上にあるのは UR1000 のセレクトボックスですね、はい、っていうのを猫コインっていうアイテムを利用してゲットしに行くことができるんですが、この猫の遊ぶ班に関しては先ほどの課金イベントのとこの猫コインパック賞、この15個のやつがめちゃくちゃお得で、はい、これチビ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 ゆっくり集めていけば2000円かからないぐらいで二次キャラクター1体ゲットすることも可能になるというぐらい、まあ、このゲームで一番安く二次キャラクターをゲットする課金イベントになってますんで、はい、特に美課金の方なんかは時間をかけて猫コイン賞を集めていくのがおすすめですね、はい、ちなみに二次キャラクター今回ボックスの中に入ってるのは信長、最上、明智光秀、李信の半蔵っていうことで、最上がちょっと今 MR アバターこの前リリースされて、まあ、MR アバターの中では数少ない成功事例ということでだいぶ強くなったキャラクターですね。で、信長ちゃんも MR アバター化してますが、まあ、ちょっと、まあ、火力だいぶ尖りましたが耐久面残影だけと心配が残るキャラクターで、あと明智や李信や服部半蔵はまだ MR アバター待ちですね。この中だったらおすすめは最上になりますかね今は。さあ、そして仮想の集い、はい、仮想の集いきますね。今回は老職、副皇后、宗妃、関羽、炎章が一斉に登場ってことで、はい、どのキャラクターも UR から始まって2次まで今リリースされてるキャラクターですね。 MR アバはまだどのキャラクターもされてない感じになりますが、まあ奥義的には、まあ、副皇后、宗妃、関羽、炎章、この4体ですね、なかなかいいですね UR の場合で。 UR アバター戦の方は特にこれといって登用しなきゃいけないっていうような副将ちゃんはいませんね。無備課金のプレイヤーさんなんかは UR のこれらのキャラクターの絆のちょびだめを最終日にやっていけばいいかなと思います。はい、奥義としては UR の副皇后が回避系の奥義、これ結構レアな、しかもレベル80も上がる優秀な奥義プラス HP6% 上がる奥義に絡んでいたりして、まあ弓章主力の方は副皇后だいぶおすすめ度高いですね。炎章に関しては攻撃 3% とか HP 吸収 8% と 2.5% と両方合わせると 10.5% も吸収できる、まあ、HP 吸収の鬼のような奥義を持ってるキャラクター、まあ、モルドレッドを主力にしてる方にはおすすめできませんが、それ以外の方には防御力奥義なんかもあったりして万人向けにおすすめできるキャラクターですね。はい、で関羽に関しても HP8% だとか HP10%
ボリュームがすごいですね。で、体力が20、10と、これも外れなしの奥義になってて、まあ奥義的には今カウがこの中だと一番ボリューム的にも豪華なキャラクターになってますね。総比はちょっと UR の数4体にしては貫通が100と、はい、同じく4体で命中と会心だったり、まあ、体力20があったりと、まあ先ほどの3体に比べたらやや迫力に欠けるかなっていうところ、まあ見た目の迫力は私好きですけど、総比ちゃんの。で、露食に関しては、まあ奥義的にはそこまでこれいいぞってやつは1個ぐらいしかありませんね。属性防御系の奥義1種類。はい、一つでまあ悩んだらカウかなっていうところですが、まあ弓小主力にしてる人なんかは副候補とかもありだし、はい、ご自身の環境に合わせてどのキャラクター絆ちょびだめするか検討してみてください。そして水筒巨星、はい、水筒巨星いきますね。はい、水筒巨星に関してはこんな感じで毎日1200円課金をしていって、それを5日間繰り返すと最後の5日目の宝箱がゲットできて、まあ、この5日目の中には幸運券だったり千両育成炭萌え姫パックなんかが入ってますが、まあ、目玉はこの萌え姫パックですね。中開けると SR の副賞1体を選んでゲットすることができ、まあ、特にこの赤文字の長春花っていうキャラクターがここでしかゲットできない副賞になっており、まあ、ちょっとね SR っていうかなりランクの低い副賞に対して5日間で合計6000円もかけるのはだいぶバランス悪いですが、でしかも長春花そこまでいい奥義絡んでるキャラクターではないので、毎日1200円分何かしら課金する用事がたまたまあって4日目とかまで気づいたら回してて、最終日あと1回課金すれば5日目も達成できるかっていう時にじゃあ回しとくかみたいな感じで、まあ、そこまで、まあ、この課金イベントのためだけに毎日無理して課金するのはおすすめしません。さあそしてん？お、なんだこれは。ガチャのリセット時間変更のお知らせ。あ、無料回数のリセット時間を変更。下記のガチャの無料回数リセット時間を毎日0時に統一いたします。あ、これナイスかもしれない。炭素工房、神髄工房、星の羅針盤だったりその他ガチャ関係ですね。あ、これはナイスですね。はい、まあ、ここら辺のガチャ基本的にガチャを1回回してから24時間後にもう1回回せるっていうような今設定になってしまっており、まあ、例えばメンテ明けのガチャが実装された初日ですね、なんかに忙しくて夜の23時半だとかっていう風にどんどん後ろ倒しになっていってしまって、で最終的には日付またいじゃって、本当は6回分無料枠分引けたのに5回しか引けなかったみたいなことが起きてしまいがちなガチャたちになってて、だいぶログインがシビアなガチャたちだったんですが、毎日0時に更新されるのであればそういうこと全く気にしなくてよくなるんで、いやこれナイスですね。はい、了解料ですね。さあそして、お、花嫁ん、誰、いや、出雲の国。いや、このタイミングでお国ちゃんですか。ちょっと見ていきますか。あら、可愛らしい。なんですかね、基本大人っぽくなっちゃう、この和式の衣装が、出雲のお国ちゃんだと可愛らしくなりますね。もうこうなってくると、出雲のお国ちゃん、あの二次時代の露出は何だったんですかね。まあ、間にこれを挟んだせいで、なんかこの衣装でも満足できるっていうね。変な効果が働いてますが、何せよ映しやすくなってくれてよかった。なんか表情めちゃくちゃ幼くなりましたね。なんか結婚すると幼くなる子多くないですか、このゲーム。個人的にはこのぼーっとしてる顔が好きですね。普段しっかりしてるタイプのこの隙を見せてる感じですね。で、出雲のお国に関しては UR アバター戦の時点で敵6名に対する範囲攻撃で、しかも MP 攻撃キャラクターということで、まあ、ちょっと MP 攻撃っていうのを見るだけでうってなる方多いと思いますが、まあ、ここからどう挽回してくれるかですね。まあ、ちょうど最近王将くんっていうキャラクターが、まあ、スキル1で凍結と虚弱をばらまきながら MP 攻撃をするってキャラクターでしたが、出雲の奥には盲目と虚弱の2種類のデバフプラス MP 攻撃ってことで、ちょっとデジャブ感があるっていうところ。まあ、ただ出雲の奥にの場合は知力値で勝ってれば盲目がつけられるし、敵の残り HP が50倍より高ければ虚弱がつけれると、2種類一気につけることができるっていうのが魅力になってるので、まあ、今回まだ結婚家なんで特にこれが罪悪盲目プラス罪悪虚弱になるってわけではありませんが、まあ、MR アバカしたら2種類一気に罪悪状態を付与することができるっていうちょっと面白いムーブができそうなんで、まあ、そこは若干楽しみですね私は。スキル2の方がまた範囲攻撃で、まあ、敵のデバフの量に応じて火力が上がっていくっていうちょっと扱いが難しい副将ちゃんなんですが、このスキル2の方はダメージパーセントが上がるだけでなく、敵のデバフが多くなれば命中率と会心率も上がるっていう珍しい命中率が上がるタイプの副将になっており、これもしかしたら MR アバカしたら命中率最大 100% までいってくれるかもしれませんね。虹の時代で 60% なんで、まあ、そうなったら戦役に新たな風を巻き起こしてくれるかもしれないというところで、まあ、そこもちょっと楽しみですが、まあ、基本対人戦なんかでは使いづらいスキルになっちゃいますねこれは。はい、ということでそれも踏まえてテケテケの出雲のお国ちゃんの遠さだめスキル予想としては、スキル1スキル2両方とも遠さだめスキルによって2回発動ができるようになると予想したいと思います。出雲のお国ちゃんスキル2で命中率や会心率上げるためにはスキル1でデバフに成功しなきゃいけないので、まあ、盲目の方はミスってもつけられるんですが、虚弱の方がミスったらつけられないんで、まあ、せめて範囲に対して2回攻撃にしてつけるチャンスもう1回ぐらい増やしてあげないとなっていうような気持ちが私はありますね。まあ、スキル2も2回攻撃になったら戦役なんかでも使いやすくなるし、
まあ最近運営さん結婚スキル頑張ってるんで、今回も頑張ってください。さあそして、ハンニバル再犯。そうきましたか。はい、ハンニバルに関しては、まあスキル1の長老スキルで、集中攻撃と範囲攻撃以外の全ての攻撃を引きつけることができると、あような、かなり強力なタンクキャラクターになっており、まあだいぶこのゲームの環境を変えてしまったキャラクターのうちの一人ですが、まあ今は結構生後バフ剥がしキャラクターなんかが増えてきて、ハンニバルなんかもタンクとしてあんまり機能しなくなってきてはいますが、まあでも無比課金帯の戦いなんかでやっぱりハンニバルが一体どっしりいると、まあ特に弓章のタバラトータとか主力にしてるプレイヤーからしたらだいぶやりづらいですね。まあ未だにまだ対人戦では有効なキャラクター、まあ特に章なんかがスキル2まで生存するのが難しい無比課金帯なんかの育成具合の対人環境だと全然暴れてますね、ハンニバル。まあでも、それとは別に単純にサポート系のバフ剥がしキャラクターじゃなくて、まあリッシュだとかモルドレッドとか、その主力の連撃で結構ハンニバルが簡単に落ちちゃうみたいなことが見られるようになってきてる中で、今、ハンニバルを積極的に取りに行くっていうのは、あんまり強くはお勧めできませんね、私は。まあよっぽどハンニバルを使ってやりたいことがある人以外には、今回再販になりましたが、強くはお勧めできませんかね、今は。さあそして、以上ですね。はい、ということで明日、新キャラはいつもの奥にということで、まあまだ MR アバターじゃないんで、いつもみたいな分析動画なんかはアップしないと思いますが、はい、ちょっとスキル一緒に見ていくぐらいの動画作っていきますが、はい、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。おっす。